ブーン。こんにちは、ミントです。2021年の F1 も第11戦まで来ました。第11戦の舞台はテクニカルコースとして有名なハンガロリンクで行われるハンガリーグランプリです。今年のハンガリーグランプリでの注目は、なんといっても前戦のイギリスグランプリで接触したマックスとハミルトンでしょう。ハンガリーグランプリが終わると約1ヶ月のサマーブレイクとなるので、どのチームもいい結果で終えたいと思っていることでしょう。またサマーブレイク後には来シーズンの契約を発表すると見られているチームもあるので、来シーズンの契約が決まっていないドライバーにとっても重要な一戦と言えるでしょう。今年 F1 デビューを果たした日本の角田裕毅もその中の一人と言えるかもしれません。今回はハンガリーグランプリの角田裕毅の予選までの結果をまとめてみました。下位カテゴリーの F3 や F2 でハンガロリンクの走行経験のある角田裕毅には今シーズン5度目の入賞が期待されています。現在角田裕毅の獲得ポイントは10ポイントで39ポイントを獲得しているアルファタオリのエースであるガスリーとのポイント差は約4倍となっています。今やトップドライバーとなったガスリーは、トラブルさえなければ可能な限りの結果を持ち帰ることができるので、コンストラクターズ5位を死守したいアルファタオリにとっては今後の角田裕毅の頑張りが絶対条件と言えます。そんな中で挑んだハンガリーグランプリの FP1 で角田裕毅は苦戦しました。マシンにダメージはなかったものの、ターン9でスピンを喫し、終盤にはターン4でもバランスを崩し、タイヤバリアにリアから突っ込んでしまい、そこで走行を終える形となってしまいました。角田裕毅はこれまでにも同じようなスピンをするケースが多く、結果的にそれにより多くの走行時間を失っていました。クラッシュする前の角田裕毅のタイムは全体12番手で、エースのガスリーのコンマ6秒落ちだったので順当なスタートを切ったと言えますが、結果的に焦りが裏目に出たということになります。角田裕毅のマシンは見た目ではあまりダメージは大きくなさそうに見えており、その後行われる FP2 には問題なく出走できると思われました。しかし予想外にマシンが受けた衝撃は大きかったみたいで、 FP2 が始まってもクルーは必死になりマシンを修復していました。マシンの修復が終わり、角田裕毅がコースに飛び出したのは残り数分のところで、結果的に不本意なアタックラップを一周しただけで FP2 を経ました。フランツ・トストさんはこう語っています。 FP1 でのクラッシュにより裕毅は1時間走行時間を逃したので大きな不利益を被ることになった。ここは路面コンディションが大きく変化するため、フリー走行での経験はレースに向け大きな意味を持つ。しかし裕毅はその状況で走ることができなかったので、今後のパフォーマンスに影響を与えるだろう。 FP1 では少し遅くても多くの周回をこなした方がいいと彼に言った。フリー走行の全ての周回は彼の技術面での理解と経験を積み上げることに役立つんだ。角田裕毅は高速区間でガスリーに遅れをとっており、その部分を改善しタイム差を縮めようとしていた矢先にリアのコントロールを失いクラッシュしたといいます。そのクラッシュにより FP1 の残りの10分前後と FP2 の55分前後を失ったので、結果的に貴重な1時間を棒に振った形となったのです。今シーズンから FP1 から FP3 の走行時間は昨年までの各90分から60分に短縮されており、その重要性が増していますが、角田裕毅はその一つのセッションを丸々失ってしまったのです。これは予選 Q3 に進むだけのマシンを持ちながら予選 Q1 でクラッシュをして Q1 落ちとなったエミリア・ロマーニャグランプリ、フランスグランプリの再現とも言えるでしょう。角田裕毅はやり方を変えたと語っていましたが、
結果的に同じことを繰り返してしまったのです。 FP3 ではロングランに徹し、 FP2 でできなかったことを淡々とこなしていた感じがありました。そして迎えた予選 Q1、 角田裕毅は全体5番手のタイムをマークしたガスリーから約1秒落ちのタイムをマークしたものの、残念ながら全体16番手となり、今シーズン6度目の Q1 落ちを喫してしまったのです。第11戦までの角田裕毅とガスリーの予選での比較を見てみると、11戦中9回 Q3 に進出しているガスリーに対し、角田裕毅の Q3 進出はわずか3回となっており、平均グリッドはガスリーの 6.9 に対し角田裕毅は14となっています。つまり角田裕毅は今のところ予選でガスリーに全敗しており、大差をつけられているということが数字で見てもわかります。他のチームを見てみると、獲得ポイントでノリスに大差をつけられているマクラーレンのリカルドは予選で3回ノリスを上回っており、ハースのマゼピンも結果的に2回ミックを上回っています。トップドライバーと F1 参戦初年度のルーキーを比較するのは難しいと思いますが、角田裕毅に対してはガスリーには勝てなくとも、今回のような無駄とも言えるスピンをなくし、ガスリーに可能な限り近づくことが求められるのではないでしょうか。予選を終え、角田裕毅はこう語っています。ここは過去に走行経験がある好きなサーキットなので、上位からスタートできないことはフラストレーションがたまります。 FP3 では走行時間を最大限確保し、 FP2 で失った時間を挽回しようとしました。チームメイトと大きな差がどこなのか理解できていないので、エンジニアとレースに向けてデータを確認する必要があります。今回ガスリーはメルセデスとレッドブルのすぐ後ろの5番手を獲得しています。これはトップ2のチームを除けば実質ポールポジションとも言える順位で、その実力を物語っており、角田裕毅との差は1秒ほどとなっています。コンマ1秒を争う F1 の世界では、この1秒が命取りとなることを角田裕毅は誰よりも理解していると思います。予選 Q3 でさらに上位を目指した中でのクラッシュと、今回のような FP1 や予選 Q1 でのクラッシュには大きな違いがあるのです。レッドブルのヘルムート・マルコは2022年も現状の4人のドライバーを維持するような発言をしており、おそらくサマーブレイク後に発表されると思われています。そのような発表はドライバーに精神的なゆとりを与え、サーキットで速く走ることだけに集中できることでしょう。角田裕毅は当然ながら懸命にマシンを修復してくれたクルーに感謝を伝えていると思いますが、インタビューなどでもう少しそれについて言及してもいいのかなと思ってしまいます。しかし F1 ドライバーは結果が全てなので、その結果を残すために攻めるところは攻め、一歩引くところは引いてほしいですね。このままシーズン後半もガスリーとの差が縮まらず、同じようなミスを繰り返していたら、さすがにちょっとやばいかもしれませんね。角田裕毅の決勝での巻き返しに期待しましょう。それでは次回のクレアの衝撃を楽しみに。おやすみと。